さあ始まりましたカッサンチャンネルです。今日はですねこの PKG650 スペシャルのリアタイヤ交換と、この、MC1 のパンク修理やってました。で今日紹介するバイクはこれです。じゃん、リード R です。すごいでしょ、リード R っていうバイク、ね、リード R すごくない？このリード R 羽あるんですよ。ここに羽があったりとかで、こうですね、原付き屋にタコメーターあるんですよ。アイドリングでブーンブーンってとビーンビーンってあるんですよ。で今ねちょっと磨いたんです。結構綺麗になって、ただこのシートね、このシートがもうちょっと我慢できないんで、シート赤の生地もちょっと切れてるんで、赤のシートの生地を買いに行きます。今日はですね PKG650 とショーヤンの、CB250LA カスタムでちょっと今から大塚屋にですね、シートを買いに行きます。江坂着きました。翔やん、これはあの集合を自分で作ったんですよね。すごい。これね、布専門店ここです、大塚屋。じゃあ行ってみましょう。さあこの中から選ぶのです。多分僕はこれかな。でもこれ明るいな、値段がちゃうんかな。一緒か。あ、ちょっと安いね、こっちの方が。こっちなんかもっと安いで、ほらちょっと安い。あ、ほんまですね。そんな値がちゃうんやろね。ということで美味しいちゃんぽんを食べました。付き合ってくれてありがとう。帰り気をつけて。翔也に別れを告げました。はい、シート張り替えできました。じゃあちょっとテスト走行行ってみたいと思います。ということで近所の光一さんに見せに行った光一さんもですね、こんな見たことない、なかなかレアですねっていう。でパワーも結構あるんですよね。なんか 90cc ぐらいの感覚のこのパワー感ありますね。これ本当に 50cc なのっていうぐらい。だから一応リードの中では一番、この初期型の中では一番こうチューニングされてるというか、一番走りに徹したモデルなんで。で、これプッシュキャンセラーになってるんですね。だからホンダビートとかが出た時と同じぐらいのやつなんで、結構もう熟成に熟成を重ねてると言っても過言じゃない。このリード R ね。リード 50R とも言ったり、リード R とも言うんですけど、なかなかないんで、走りも全然悪ないですね。よし、出品用の写真を撮りたいと思います。まずウインカー OK。ライトは、あ、ライト。ローは切れてるけど、ハイはついてる。なるほどね。OK。後ろも大丈夫。本はいいね。OK。本 OK。多分セルも OK ですね。あ、ハイビーム OK。ランプ内も OK ね。このタコメーターいいですね。うぇい。まず YouTube 用の写真ね。まずフロント。このあのフロントのマスクが若干ちょっと変わってるんですよね。あんなんじゃなかったっていうね。
前かごがついてたからフロントめっちゃ綺麗。このインナーの感じね。この羽ね、羽、羽ついてる。で、ここも小窓がついてるね。見てください、このメーター。かっこいいでしょ？タコメーターついてますよ。そしてこのディスクね。このキャリパーがかっこいいじゃないですか。ねえ。エアロスピリット。はい。ハイパーリード、ハイパーエグゾースト、R、エアロスピリッツね。いいと思います。じゃあこれ出品しましょう。昔の自慢を持ち出して。